こんにちは、 NTT ドコモの藤巻と申します。ドコモでは現在、あなたと世界を変えていくをスローガンにキャンペーンを実施しています。私はそういったコーポレートブランディング広告とその後加速定を担当しています。本日私からは YouTube やテレビなどクロスメディアでのデータ分析結果をマーケティング投資判断に生かした事例をご紹介します。ドコモでは短期的なビジネス貢献のためだけでなく、中長期の貢献を目的とした取り組みも実施しています。そのため施策の効果をマーケティングファネル全体かつクロスメディアで正しく評価したいという思いがありました。認知率、利用意向などの態度変容を測定する際、クロスメディアでの測定ではどうしても広告接触有無を記憶に頼った従来型のアンケート調査を活用することになります。ただこれには回答者の勘違いといった誤認リスクもあります。またログベースで分析をする際に、かつてのようなクッキーを元にした広告接触者判定はプライバシー保護の観点からも実施が難しくなっています。そこでプライバシーを保護しながらクロスメディアかつログベースでの接触判定ができる新しい分析手法を Google と試すことにしたのです。具体的には態度変容を測定するアンケート結果と、テレビの CM 接触ログデータ、 YouTube などのデジタル広告接触ログデータの3つを Google が事業主に提供する ADH アズデータハブというプライバシーセーフな環境下で紐付けて分析しました。これにより広告に接触した人としなかった人、それぞれの広告接触のプレポスト、いわゆる差分の差分法での態度変容効果を把握できるようになりました。分析結果の一例をご紹介します。このキャンペーンでは YouTube は興味や利用意向で優位なアップリフトがあり、テレビと YouTube の重複接触があった場合、追加の数値向上が見られました。さらに YouTube の利用意向の1人当たりの獲得単価はテレビの約4分の1だったということも分かりました。また接触回数に応じた態度変容への影響を把握できるようになり、テレビも YouTube もそれぞれ3から7回程度の接触が有効だと判明しました。これを実際の接触回数分布と比較すると、テレビは接触過多と思われる人が多く含まれていたことが分かります。さらに年齢別で見ると、50歳以上の層に対してかなり接触過多になるほど投資をしても、20歳から49歳の層では接触回数が足りないという状況になっています。必要な接触回数が分かったことで、今後は無駄が発生しないようテレビと YouTube の投資配分を適正化したり、 YouTube のフリークエンシーキャップ設定で接触回数を制限するなど、次の意思決定に着実に反映することができます。また記憶ベースのアンケート形式では 37% もの人がテレビ CM を見ていないのに見たと誤認回答したことが判明し、ログベースで正確に計測することの重要性も改めて確認しました。これに加えて ADH を活用してテレビのタイムワークでの CM 放映がドコモの好感度に与える影響をログベースで検証し、費用対効果を可視化することでタイムへの投資を大きく見直すことができました。最後に契約などのコンバージョン領域についてご紹介します。オフラインとデジタル、それぞれの広告メディアが商品価格や季節性など広告以外の変数も加味した上で、どれぐらいコンバージョンに寄与しているかを Google のサポートも得て検証しました。まずマーケティングミックスモデリング MMM という手法で検証した結果、YouTube の方がテレビ CM よりも獲得単価が 20% 良いことが分かりました。次にメディア配分の異なる2つの地域を設けて広告配信し、コーザルインパクトという統計解析パッケージによって地域ごとの増分効果を分析しました。この分析によって YouTube への追加投資の余地を確認しました。プライバシーに配慮しながらマーケティングパネル全体かつクロスメディアで効果検証ができる仕組みが整ったことで、慣習や経験ではなくデータに基づく客観的な投資判断ができるようになりました。今後も様々な角度からこうした効果検証を重ねる必要があります。例えば生活者の最新動向を踏まえたコミュニケーションへのアップデートという点では、最近急増しているテレビ画面での YouTube 広告の効果検証にも取り組んでいます。ドコモが事業運営のデジタル化を志向する中、マーケティングにおいても生活者の変化に対応したコミュニケーションを可能にし、ユーザーの意識や行動に高い効果を発揮しているデジタルにこれまで以上にシフトし、ビジネスに貢献していく方針です。